みんな朝倉未来選手下がりながらこう戦おうと考えてるんだけど、それじゃあ難しいと思う。クルル小池選手にやっぱり攻めてほしくない。だから未来選手はやっぱり攻めないと。攻めないと。格闘キャストへようこそ。僕の名前は直人です。シンです。朝倉未来 VS クレベル小池決まりました。決まったよ。決まってほしい試合が決まりました。ありがとうございます、RIZIN。Yes、RIZIN 東京ドーム6月13日。Yes。これがメインイベントになるのかな？メインイベントだよね。メインイベント。トーナメントがあって、メインイベント未来 VS クレベル。Yes。メインイベントにしないとおかしいよ、これは。ああ、うん。で、前々から見たかったじゃん、これ。確かにクレベル小池が朝倉未来 YouTuber お前逃げてるって言う前からその前からクレベルがライズンデビューする時からもうかなり、まあ僕たちのコメント欄を読んでたらかなりクレベルと未来が見たいとかかなり出てたから、でもわあ決まったんだ。いやー、そういうところライゼンはいいですね。そういうところ UFC とすごい似てます。みんなが試合見たい試合を、組んでくれますね。そうだね、まあライゼンは一応ミクル選手に、3人か2人3人ぐらいの、この人どうですかっていうオファーしたんだけども、ミクル選手がクレベル小池選手を選んだそうです、一番強いやつとやりたいって、で早速やっぱりドミネーター選手との試合もそうだったじゃん、負けたんだけどすぐなんか1ヶ月半ぐらいで復帰して、俺勝てるっていう自信があったから、今回もやっぱりまたできるのかなって僕は思ってしまいます。ちょっと自信があるからね。どういう意味1ヶ月？クレベル選手の方知りました。クレベルって言ったドミネーターっていうつもりだった。ドミネーター選手と斉藤選手に負けて1ヶ月半ですぐ戻ってきたじゃん、ミクル選手。Yes。選手だから最後の試合はドミネーター選手ですよ、ね。Yes。僕が言いたいのは、そういうやる気があるとかなり強いんじゃないっていうポイント。で、そのポイントは誰につく？今回ミクルジャンだって選んだもん、クレベル小池選手。そういうことね。そういうことです。試合の期間のポイントだと思ったけど、自信のポイントだったんですね。ただ戦いたいっていう気持ちがあるのはやっぱり危ないファイターになるよね。それが一番大事だもん。ごめん、ちょっと理解不足でした僕。言い方が悪かったかも。そうですね。自信あるファイターは危険のファイターです。どうなんだろう。みんなどっちが勝つと思ってるんだろうね。僕はかなりごめん、オフェアでこの話をしたんだけど、みんなっていうと人の数って言いますか？もし人の数で言うとミクル選手の方が圧倒的に多いと思います。それはそうだね。あんまりそういう意味じゃないです。格闘経験者のみんな、格闘技をちょっとでも知ってる人、 MMA を Yes。 RIZIN ファン let's say。 ミクルファンじゃなくて RIZIN ファン。なるほど。それは50/50なんじゃないですかね。50/50か。多分どちらが勝つっていう人はかなり少ないんじゃない？そうだね、考えてみると。50/50だろうなって言ってる人が一番多いと思う。50/50でいい。わかんないけど、朝倉未来が勝てるチャンスかなりあると思うよ。あると思う。まず最初は戦いたいっていうのが選んだから、それかなりビッグだと思う。勝てると思うじゃん。勝てない試合は選ばないと思うよ。当たり前に。もちろんあれを思い出しますね。猪木選手、彼の名言ですよ。負けると思って戦うわけねえじゃねえかっていう感じの、絶対なんか違う言葉ですけど、でもそれをなんかテレビで言ったの。勝てると思いますかって聞かれて、負けてしない出るわけねえじゃろってなんかそういう名言がありますね。ああ、なるほどなるほど。でもあとはまあスピードがあるからね。スピードとパワーがある。スピード&パワー持ってるから、スピードイコールパワーかけるパワーがあるから。そう、小池選手グラウンドが強いんだけど、やっぱりグラウンドに持っていくためにはやっぱその距離を潰さないといけない。相手が速いとなかなか掴みに行くのがちょっと大変ですよ。特にそういうパワーがあると。ある考え方ではこうミクル選手にとってちょっと相性がいいんじゃない？打撃がそのちょっとあんまり得意じゃない、あんまりすごいアスリートでもない人が掴みに来る。アスリートでもないっていうことはまあもっと、まあ、具体的に言うと瞬発的じゃないっていう意味だよね。そうですね、そうですね。パワフルではない、対するカウンターパンチがうまい、速い、パワフル、朝倉未来、ね、もっと速くてパワフルな選手が勝つっていうのは自然な考え方です。特に試合は立って始まりますので、立ち技から始まりますので、グラウンドからゴーって言うと話が違いますよね。まあね、そう、確かに全然変わるよね。ちょっと質問があります。何ですか？格闘技ジムの中で一番危ないものは何ですか？おお、飛び膝、頭突き、違う、パンチ、カウンターパンチ、何ですか？鏡です。鏡。そうです。なんで鏡にぶつかって割れたらやばいじゃないですか。ああ、確かに。なんか落ちてくる破片で首をついってやったらもう終わりですよね。危ない危ない。そこでグリッドファイトショップのニュー商品を紹介したいと思います。割れない鏡。そんなのあるんだ。てか持ってます。これです。Look at this. It's beautiful. 映像を見ての通りもうすごい透明感があって、まあ普通の鏡です。普通の綺麗なガラスの鏡なんですけれども、これにちょっとパンチ打ってみてください。本当に殴っていいの？殴っていいです。ああ、割れないんです、これ。Oh my goodness。割れない。だから割れない鏡と呼ばれてます。そうで、普通なんかプラスチックで作る鏡ってなんか濁りとかあって、なんかメタルのその傷とかある。それだと自分のビューティフルなシルエットが見えないじゃないですか。これは見ての通りものすごいクリアです。まあ赤木店長天才ですよね。天才ですよね。本当に自分が格闘技をトレーニングしてた時に鏡にぶつかって大怪我した人がいたっていうことも言ってました。だから本当にそのまあ安全第一で、しょうもない理由で大怪我したくないじゃないですか。ジムで怪我するのが一番しょうもないことなんですから、割れない鏡を設置するのがとてもスマートです。そうですね。格闘キャストとファミリータイムを見ている皆さんに特別なオファーです。ファミリータイムクーポンコードを使えば 15% オフです。わあ、15% オフ。そうですよ。グリッドファイトショップ赤木店長ありがとうございます。割れない鏡、これ流行りますよ。絶対に必要です。格闘ジムだけじゃなくてダンススタジオも使えます。ウェイトリフティングスタジオ、ウェイトリフティングジム、普通のジム、どこでも使えます。自分の部屋にも使えます。よく映画であるじゃないですか。なんかとてもフラストレーションになって鏡をブワーって殴って、もう血だらけの拳か頭が、もうそれなくていい。もう好きなだけ自分の反射を殴っても血が出ません。新しい鏡を買わなくていいし、そうですよ。価格もゼロコスト。自分を何回殴ってもいいです。Yes、皆さん、割れない鏡を買いたいなら、ぜひグリッドファイトショップでファミリータイムクーポンコードを使えば割引 15% オフです。皆さん、ぜひご利用ください。あとクレブル小池選手の KSW の試合、KSW は確かどこだったっけ？外国のどっか、I think Poland だと思う。でもなんか強い選手がいっぱい集まる団体なんだけど、その試合でなんかサウスポーのストライカーとやってたの、クレブル小池選手が。で、このサウスポーのストライカーもアスリートだったね。パワーがあって速かった。ただミックル選手みたいな、その例えば、let's say 朝倉未来はこのジャパニースタイルをそのポンポンっていう、この外人さんはもうちょっとダッチスタイルをキックボクシングっていう感じの違い。ジャッジはオランダですね。オランダスタイル。いや、オランダスタイル。まあ、打撃で言うと、ホゼ・アルドっていう感じだね。そういうスタイルだったんだけど、KO できなかったんだけど、まあ、圧倒したね。圧倒したね。その自分の才能を使って、アスリートの才能を使って。って当てて前に出ると距離を取ってローとボディを攻めたね。当てやすいとこですね。いやかわしにくいとこですね。いやうんうんうんでまあ判定で勝ちました。まあそうですね、格闘技のちょっと詳しいとこなんですけれども、打撃を一発かわせば組める確率は 70% 上がります。だからローとボディはかわしにくいんですよ。大きいから的が。だから組みづらい、足とかボディ蹴られると。でも頭狙ってくるとね、直撃しなければ多分つかめる。スライディングして、まあそうだね。あと蹴りのがパンチより距離が遠い。遠いし重いし。そうそうそう。で、まあ、先ほど言った通り、クレブル攻撃選手はそんなパワフルなアスリートじゃないから、そういうローとボディがかなり早く効いてしまうんですよ。確かにタフ、very tough。メンタルがすごいタフ。体もタフ。体もタフなんですけど、やっぱり、まあ、どう説明すればいいんだろう。分かりやすく説明するの難しいんですけれども、メンタルが体よりタフって言おうか。Yes。だからどっちかが崩れ始めるとやっぱり体が崩れ始める。まあ試合が崩れ始める。自分の勝つチャンスが崩れ始める。どっちかが。まあ諦めないね。ただ自分のローが足とかめっちゃなんか踏ん張りが悪くなったり、でもまだそのまま前に出てパンチを当てようとするよ。だからそれを見て、ああまあ朝倉未来選手がやっぱりスマートに戦って。KO を狙いすぎなくて、こういう足とボディを攻めて、そのパワー、クレブル攻撃選手のパワーとスタミナを削っていってから、パンチを当てる。でも、ナンバーワンの目的はただ試合を勝つ。で、そう戦えれば絶対勝てると思う。なるほど。で、まあ、ミクル選手もね、すごい賢いので、クレベル選手とはいつか戦うとかは、絶対考えてたと思います。対策ももうできてると思います。で試合を受けてあれをやればいいっていう感じなんだと思う。そうだね、そうだね。なのでそれがミクルのプランかもしれないです。信じ予言者なので当てるかもしれないです。まあ勝つとしたら立ち技で勝つじゃん。まあ当たり前に。寝技なんか寝技は全然付き合わない。方がいいね。全然付き合わない方がいい。すぐ立った方がいい。さっき言った外人さんもう全然付き合わない。すぐ立ってたね。でもクレベル攻撃選手も強いからね。グラウンドやばいよ。クレベル選手のバックアップ、彼をなんかなんていうんじゃ盛り上げてるって言わないんですけど、彼のなんか。彼が持ってるのはその結果ですよ。今までやってきた結果。確実に一本で仕留めてるっていう。いや確かに。それは否定できないので。なので考えるしかないですね、そのことについて。掴まれたら危ないよ。危ないよね。あんまりクリンチとかも付き合いたくないよね。でも最近打撃うまくなってると思うよ。真島戦であんまり見れなかったんですけれども、カヨアルゴンだっけ、の試合からその短い期間でもうまくなってると僕は思いました。真島戦ではまあちょっとしか見れなかったんですけど、もっと頭動かしてたね。頭動かしてベタ足でももうちょっとフットワーク使ってました。いやだから立ち技うまくなってると思う。でかなり練習してると思う。なるほど。でまあ危なくないんだけどパワーがないから、でもやっぱり攻めてほしくないね。めんどくさい。相手としてクレベル選手に攻められると攻められたくないね、うん、いくらあんなパワーがない打撃でもめんどくさいし手数が多い、うんうんうん、まあ今のを聞いて一つ思うことがあります。やっぱり MMA ってすごい面白いスポーツなんですよ。打撃が危険じゃなくてもグラウンドがめっちゃ危険だったら自分の打撃も危険になるの。まあ、その相手は自分のグラウンドに集中してるから、テイクダウンされないように。そうそう。で、元 UFC ファイタートップコンテンダー、チェオ・サネンがよく言ってます。The threat of the takedown is just as good as the takedown itself。それは、ね、日本語で訳すると、テイクダウンする、なんていうの、脅しテイクダウンされるかもっていう思うと、それはもうテイクダウンしてると同じくらいの効果がある。うんうん。そうだね、うん、まあ打撃を使って距離を潰すのもいいんだけど、かなりアンオーソドックスの打ち方で出すからなんとなくやって いけてるかもしれない、うん、でもかなりまっすぐ、まあ、直線的にちょっと入ってくるからそれは危ないよね、うん、それは危ない、それは危ない。ミクル選手まあサウスだからチェックフックって言うんですけど、その右フックがうまいし、こういうアッパーとかもうまいから膝も出しますしね。膝ね、うん、そうだね。でもクレベル攻撃中あんまりレスラーのタックルとか飛んないじゃん、うん、うん、膝は当てるとしたらミクル選手ちょっと飛んでいかないと、飛び膝じゃないとね、うん、でもその飛び膝すると相手に向かい合うということになるから、うん、距離を自分から潰してることになるじゃん、うん、それもリスクあるね。当てるかテイクダウンされるっていう。あんまりカウンターは多分パンチでいくんじゃない、yes. うん、でもクレベル攻撃して KO されたことないよ、うん、で朝倉未来よりパンチが重い選手と戦ったっても言えると思う、うん、外国でいっぱい試合してるから、うん、打たれ強い、うん、打たれ強い。なるほど。でやっぱり朝倉未来は今日掴まれたくないから多分かなり下がりながらパンチを打つと思う、うん、でいくらまあ今の流行りだと思うんだけど、カウンター当てるとそれを当てたパンチが倍のインパクトが倍になるって言われてるじゃん、まあ、まあ本当ですけどね、うん、でもそれはある条件がついて、もしも打ってる方が足を止めて体重を乗せてパンチを当てるっていう条件だと僕は考えてます、うんうん、でその条件はやっぱり下がりながら打ってないんです。そうだね、その一瞬だけ前に行ってるの。例えばいい例は堀口を KO した朝倉海の Yes. あのカウンターみたいに Yes. 一回足ダーンって止めて思い切りぶつかってるじゃん、うん、そういうのは本当に効く、うん、だから下がりながらこうチェックフックとか出すのは、うん、ミクル選手パンチが重いから効くと思うんだけど、クレベル攻撃選手 KO できないね。そういうパンチで KO できないね、と思う。そういうクレベル選手の結果を見るとね、そう考えると打たれ強いし、うんうん、で朝倉未来選手の、まあ、過去の試合を見るとパンチで KO したのは多分ないと思う。実際はいつもハイキックか膝からパウンド、うん、パウンドがありますね。パウンドでフィニッシュなんだけど、コナー・マクレガーにすごい似てますよ、うん、コナー・マクレガーも一発 KO はホゼ・オードくらいです、うん、連発に当てて KO はあります、うん、そして一発ダウンでその後パウンドでフィニッシュはあります。まあでもパンチでダウン取ってるのいっぱいあるじゃん。うん、あります、ね、カノー・クラガー。確かにミクルはその朝倉未来選手はそのまあヤチ戦ぐらいなんじゃない。ああ、なるほど。まあ重いけどね、重いけど、うんうん、うん、格闘キャストをサポートしてくれているアートボーイを皆さんに紹介したいと思います。ファミリータイム&アートボーイコラボニューリリース格闘キャストシャツを作りました。 Yes、 皆さん格闘キャスト T シャツです。後ろを見ればものすごいかっこいいデザイン、このヘッドフォンとマイクロフォン、ちょっとラジオ風ですよね。ちょっとラジオ風のデザインなんですけれども、すごい僕はかっこいいと思ってます。今僕白い方を着ているんですけれども、ブラックもあります。 We have it in black like Batman。 白の方はちょっと派手なデザインなんですけど、ブラックだとかっこいい模様にも見えます。とてもカジュアルに着こなすこともできます。アートボーイの商品を買うと直接格闘キャストのサポートになりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。朝倉未来選手やっとミット打ちを始めたみたいですよ、この試合に向けて。あ、そう、うん、MMA ファイターとしてそんなびっくりしないね。うん、そんなにミッド打って打撃を向上させるっていうのは結構アメリカンのスタイルですね。MMA とすれば、うんうん、日本 MMA ではもうちょっとマススパーとかスパーリングよくやります、ね、グラップリングが多いんじゃない？グラップリングも多いですね、多分。わかんないけど、うん、まあそれは MMA スパーですよね。MMA スパーだと思いっきり殴らないじゃないですか。だから結果的になんかグラップリングの練習が多くなるのはありえると思います。まあそんな感じですよね。クレベルどうなんだろうね。一つ質問があります。ごめんなさい。大丈夫？いや、ごめん。朝倉未来はクレベル選手のグラウンドの攻撃を気をつけなければいけない。で、グラウンドに気を取られてると、まあ打撃が当たるかもしれない。だから2つ心配しなくちゃいけないことがあるって考えてもいいかなと僕は思ってるの。でもクレベル選手は朝倉未来の打撃を気をつけないといけない。Yes. で、それに気を取られて何が来るのってなると、まあ何も来ないんじゃないとすると、クレベル選手は一つしか心配しなくちゃいけないことがある。2つ、2 vs 1じゃん。朝倉未来2つ心配しなくちゃいけない。クレベルは1つ心配しなくちゃいけない。だから戦いやすいのは本当はクレベル選手なんじゃないかなと。僕もそう考えててそう思った。誰がそのサプライズのアドバンテージを持ってるのか。でやっぱりそれはまあクレベル選手の方に行くと思うんだよね。行くと思うよね。そのまあ今の話でまあちょっと分かると思うのはで皆さんコメント欄で意見をぜひ知らせてください。でもそうでもないって僕言おうと思ってた。オッケーごめん。じゃあそれを言ってから皆さんみんな朝倉未来選手下がりながらこう戦おうと考えてるんだけど、それじゃあ難しいと思う。クレベル小池選手にやっぱり攻めてほしくない。だから未来選手はやっぱり攻めないと。でもクレベル攻撃して攻められると考えてないんじゃない？そういうサプライズがあるかもしれないですね。あるよ。いや打撃もいろいろな使い方があるから。なるほど。それもだから結局どっちがサプライズのアドバンテージ持ってるかっていうとわかんないよ。なるほど。でも確実に朝倉未来選手は攻めたいね。距離をキープしたいんだけど絶対攻めたいっていうのはプレッシャーをかける方がミクルの方がちょっと前にでちょっとだけは、まあ、最初は出たいよね。で足を効かせたいでボディを攻撃したいと思う。でクレベル攻撃選手、まあ、打撃では攻撃できるんだけどそのカウンターの技術まだ身についてないじゃん。だから打撃で自分が攻めてたら、結局あんまり何もクレベル攻撃できないじゃん。タックルを取り、まあでもサッカーキックありだからそんななんかただ掴みに行こうっていうのはないと思う。いやなるほど。Alright so まあ考えることはいっぱいあります。皆さんぜひコメント欄で皆さんの予測を入れてください。で考えることはクレベル攻撃やっぱり道具の種類があります。ミクル選手心配しなくちゃいけないことたくさんあります。グラウンドのことを心配しなくちゃいけない。やっぱりテイクダウンされると決められて、クレベル選手カメラに向かって叫びます。決めたぞ。そういう状況になる。そういうハイライトシーンになりたくないね。そういうハイライトシーンになりたくないのでやっぱりグラウンドはもう避けなくちゃいけない。でもそれも本当です。でもそれを考えてる間になんか飛び道具が来てくるかもしれない。それもちょっと気にしないといけない。なので、コナー・マクグレゴー、ハビーブ、コナー、ダウンした。そういうことです。テイクダウンの力でダウンしました。そういう状況にならないのも心配しなくちゃいけない。朝倉未来選手の利点は、まあ、アスリートのレベルです。スピード、パワーと、打撃のテクニックです。命中度、ハイキック、膝、フック、ストレート、アッパー、ローキック、いろいろあります。なので、二刀流 VS 一刀流ですね。まあ、どうなんだろう。そんな感じ。どうなんだろう、そうかな。わかりやすく説明すると、クレベル攻撃は2つあるの。こっちやって、こっち切った。グラウンドと立ち技ね。で、朝倉未来は長い。It's like two daggers. 短剣2つ vs 長いフル刀を1つっていう感じですね。で、シンが言ってるのは朝倉未来が勝つにはこの1つの刀で攻めに行く。いろいろカウンターするんじゃなくて、もうそれで攻撃していくのがその勝利の鍵だということです。試合コントロールしないと。ということです。田中ブル攻撃にして逆転とかかなりやってきてるからね、危ないよ。そのチャンス、まあ KO パンチみたいなものですよ。いや、一つの間違いでシュッて首だからクリンチとかもなるべく下げたいよね。一つ間違ってバック取られてチョークされるからやばいよ。バック取られると終わりだよ。多分ね、多分ね。あと上に乗ってても嫌だよ。上に乗ってても嫌。下から面白いなんかパンチとか当ててアップキックとかもやるからね。いや真島戦のはびっくりしたよね。いや、I took the choke。ああ、本当真島 vs ミクル見たかったね、あの対戦カード。ああ、それもいいですね。真島選手はまた RIZIN で絶対見たい。まあいずれ2人とも、まあ、ミクル選手が近いうち引退しなければいつか見れるマッチアップだと思います。真島選手や、まあ2回負けてるんですけど、まあチャンピオンの斎藤豊とチャンピオンになるかもしれないクレブ小池選手だから、また見たいよ。RIZIN の真島 vs今すごい人気になってる平本蓮に勝った萩原恭平、いいんじゃない？面白いかもしれないですね。面白いと思うよ。なんかストライカーとマッチアップしたらいいじゃん。なるほど。平本蓮 vs 真島。ああ、まあまあ、萩原のそれは良くないよ。あ、そう。平本蓮なんで良くないの？どっちが勝つと思う？真島選手が勝つ。あ、そう。いや。だって。グラウンドファイターでもない萩原選手がグラウンドで勝ったもん。ああ、まあでも立ち技できない、あんまり強くないじゃん真島選手。だからもっとグラウンドでコントロールすると思う。ああ、そっか。立ち技でできないと思う。MMA の経験あるし、なんかちょっとバッドマッチアップだと思う。そしてRIZIN的に平本蓮に勝ってほしいと思いますよ。まあそうだね。まあそっか。勝ってほしい。平本蓮は若いしアスレチックだし打撃才能あるから絶対勝ってほしい。まあまあそうだね。ビッグマウスだし、まあまあまあポテンシャル注目されてるし、That's moneyだよ。あるよね。真島選手ね。また見たい。ああいうなんかそういうああいうスタイルっていうか何なんだろう、そういうなんか力がもうなんだろう。力がある特徴っていうファイターすごい好きなの。ウスメンそんな感じですよね。まあそうだね。でもそうだね、力じゃん。なんか瞬発的でもなんか見た目もすごい力じゃん。真島選手はまあ確かに力あるように見えるんだけど、なんでなんだろうね。でもウスメンはあまり好きじゃない。あんまり好きじゃないな。そうなんだ。強すぎるもんね。ああ、そうかな。ああ、真島選手も打撃ができるようになったらやばいじゃん。絶対パンチめっちゃ重いよ。絶対重いよ。でしょ？絶対重い。そう、クレベル小池 vs 朝倉未来。まあ、近いうちにオフィシャル勝敗予測やるよね。近いうちっていうか、来月だもんけど。オフィシャルというのは、プレゼント企画勝敗予測、ね。あ、そうだね、そうだね。しばらくやってないので、それ、いい試合でやりたいんですよ、それは。まあ、注目されてないと、誰も参加しないから。たくさん参加して、まあ、僕たちが、その、企画をやるのは、やっぱりその、みんなの意見が知りたいんですよ。試合どうなると思いますかって、でそれってすごい勉強になるので、格闘技は選手だけじゃなくてみんなのものなので、体手足だって戦う意思があれば誰でもできるスポーツなので、みんな意見があって、その中で面白い理論とか、たとえ当たってなくても、まあこういう考え方もあるんだ、こういう見方もあるんだっていうのはすごい僕たち興味持ってますし、すごい面白いんです。なので、まあそういう目的でそういうプレゼント企画やってるんですよね。うんうん。これ OK もうこれかなりまだ30分しか行ってないよ。あ、そう、もうあれ全部RIZINまとめちゃおう。 OK、 まとめちゃおう。斎藤豊は何をしてるんだっていう思ってる。まあ外国人と戦わせるって言われてますね。あ、そう、この6月か分かんないけど、フェザー級トーナメントはもう中止っていうことっていいのかな。か斎藤豊と戦う権利。あ、そうやるんだ。わかんない。僕は榊原会長じゃないからわかんないよね。まあそういうことか。でもまあクレベル VS 朝倉未来が斎藤豊 VS 外国人の勝者と戦う、そういうことかね。RIZINのベルトをかけてっていうのはあると思います。斎藤豊選手が誰もと戦わなくて、未来 VS クレベルの勝者と戦う。それもある。多分そうなるんじゃない？外国って入れないと思うよ、外国人。まあね、6月ででもボクシング始めるじゃん、井上尚弥。で、UFC も観客入りも始めてるから、わかんない。それにちょっと、それ様子見てると思う。僕のクレイジー予測なんですけど、東京ドームでは試合が行われない。なんで？ I don't know。ちょっとそういう。そういう感がある。でも記者会見で無観客でもやるって言ってるよ、東京ドームで。いや、そう。榊原会長。じゃあなんで東京ドームなの？一応客を入れたいから東京ドームなんだけど、もしできなくても東京ドームで無観客やるって言ってる。意地でもやるって言ってる。そういうことか。いや、多分そうなるじゃん。まあね、悲しいけど。ちょっと悲しいよね。でも限定人数は入れられると思う。ああ、そういうことね。で、入れないファンの分はちゃんとリファンドしますからっていうのを言ってます。そっか。そう、僕この試合実は決まったの見たの朝倉未来の YouTube で知りましたね。記者会見じゃなくて。じゃあ皆さんに報告がありますっていう動画があって、あ、クレベルとやるんすっげえって思って。何言ってた？俺見てない。まあクレベル選手の紹介みたいな、まあ自分のファンにどういう選手なのかっていう説明をしましたね。こういう一本が得意でフィニッシュがすごい多くて危険な選手なんだけど、自分の強い姿を見せたいからって言って選びました。なるほど。いいね。いいね。まあサクッと勝敗予測しますか。する？何を？どっちが勝つと思う？ミクルクレベル。いや、それはまた後でやりたいね。OK。まあ考える、多分変わると思うし、今は本当に朝倉未来選手の戦い方によるよね。いや、判定で勝ちたいなら判定で勝てると思う。KO を取りたいなら多分もっとクレベル小池選手の有利になるんじゃないと思う。もっとリスク取るから綺麗な戦いして、いや、ちょっとでもどっちにしろプレッシャーしなくちゃいけない。プレッシャーしないと、でも賢くプレッシャーできるし、まあどれくらい朝倉未来選手がどれくらいリスクを取るかどうかっていうところになりますね、試合の流れは。でアスリート的に上だから当てられないの。それ15分ぐらいできると思う。なるほど。そう、まあ決定権は未来選手にあると思う。なるほど。面白いですね。今のところはね、後で変わると思うよ。でも他に対戦カードも発表されたね。谷地選手 VS 川名選手。川名選手知ってないよね。黒沢 VS 強さっていい戦いしたよ。黒沢 VS 強さの人といい戦いをした川名選手が谷地選手と戦う。ごめんなさい。僕は。見てない？わかんないです。OK。じゃあ、久米選手じゃないでしょ？ No。久米選手じゃない。その前ですね。ごめんなさい、僕は知らないです。でも、谷地選手は知ってるでしょ？谷地選手は知ってます。この間、まあ負けたんだけど、いい戦いしたじゃん。小原ジュリー選手。いや、いい戦いでしたよ。左ストレートが良かったよね。左ストレート、まあ、なんていうの、そのジークンドーの影響かどうか分かりませんけれども、よくやってたと思うよ。打撃をだんだんなんかを理解し始めてきたなっていう感じの動きをしましたね。いや左ストレートがダウン取ったもん。そのステップが綺麗に、すごい綺麗になりました。やっぱりストレートを当てるにはステップが綺麗じゃないと無理です。まっすぐいかないもん。ステップが綺麗じゃないと。まあこの試合は勝ちたいよね。ちょっとプレッシャーかなり感じてると思う。まあ他の YouTube 動画とかいろいろ見るとプレッシャーは八千選手には良くないですね。自分でも言ってますし。あ、そう。なんか楽しもうぜっていう祭り感覚で戦う方が。まあみんな多分リラックスしてる方がいいんだけど、プレッシャーはあると思うよ。ここでまあ負けられないっていうのもあるかもしれない。でファンは絶対矢地選手勝つ姿が見たいよね、ジースケ選手の。いやー、かなりサポートしてる人がいるけど、まあ僕矢地選手好きですよ。体もキャラクターもできてるしでいい戦いをできる選手なので、なんか才能ですよ、それも。そうだね、そうだね、ちょっと待って、そうだよね。なんか強くてもすごいいい戦いできない選手いるもん。ベン・アスクリンとか。あ、ベン・アスクリンはね、でしょ。まあでもチャンピオンですよ、ONE FC、ベラトール。そうだね。でもじゃん。強いからといっていい戦いは限らないです。で負けてるからといってエンターテインメントのできる戦いができないっていうわけでもないです。で八地選手はエンターテインメントできる選手の才能があるので、それはまあ勝ってほしいですね。それはいい戦いをしてほしいです。まあ川原選手の試合を見たけど、勝てるし相手だと思う。勝てる相手ではあると思う。でもやっぱり試合やんないと分かんないよ、本当に。本当に川原選手のなんかRIZINで1試合しか見てないから何とも言えないよ。なるほど、情報が少ない。まあ探せばあると思うんだけど、俺いやその1試合しか見てない。でもまあなんとなく立ち技の試合になる感じがしますね。いいですね、楽しみです。いや楽しみです。あとはその RIZIN のキックトーナメント、コーチ vs 梅野源氏。あ、キックトーナメント、ワンデイキックトーナメント。まあキックトーナメント、多分ファイナルで欲しいのはコーチ vs 白鳥ですよね。いや、まあ白鳥 vs 高橋亮選手。はい。まあ白鳥選手強いからね、白鳥がまあやんないと分かんないけど、まあトーナメントなんだけど、やっぱり決勝戦白鳥 vs コージが一番大きいよね。まあ注目されてますね、それ。ただ僕梅野源氏のライズ最近の試合、最後の試合見たんだけど、キックボクシング上手くなってるねと思った。ダウン取ったもん。右ストレートで、なんかモイタイキックボクシングにちょっと変わってる。モイタイキックボクシング。まあダウン取って、その後、まあ蹴ったって感じですね。まあパンチは、まあ重くないんだけど出すんですよ。パンチ重いと思いますよ。あんまり重くないと思う。けど出しますよ。出しますよ。で、前よりもうちょっと重心落としてるね。まあパンチ対策。そうだね、パンチに対する。でも普通にキックボクシング上手になったと思った。左蹴りもうまいし、いや、I mean、割とコージ選手困ると思うよ。中にあんまり入りづらいと思う。今のうちストレート系のパンチいっぱい出すじゃん、梅の選手。ジャブ出しますね。ジャブと左蹴りしたり。攻撃はできないんだけど、コージ選手どうせ来るから割と相性いいと思う。なるほど、いい試合になるのは確実ですね。わかんない、ホールディングがいっぱいあるかも。それはあるかもしれない。コージ選手が頑張って中に入ろうとして、もう膝一発当ててホールディングして、割とあると思うよ。まあ僕のクレイジーなあれなんですけれども、浩二選手一番最近した試合誰でしたっけ？本当の試合は那須川天心。いや、でもゴミ選手はあれボクシングのボクシングだったらキックじゃなくて那須川天心ですよね。その前はタケル。タケルじゃないね。 K1 でしょ。 K1 タケルと戦った後誰かと試合しましたか。The MMA guy. Oh yes, yes. ハイキックで。めっちゃ効かされてハイキックで取りましたよね。まあそれです。浩二選手強いと思いますよ僕。みんな弱いダウンされないだけじゃないって言われてるけど、だって最後の3つの試合で天心と武尊と戦ったもん。日本の誰でも最後の3試合天心と武尊と戦ったらもう弱く見えますよそれは。と僕は思います。まあ弱くはない、我慢強いけどなんか攻撃が危ないっていうのはないと思う。まあ言いたいことはわかるけど、じゃあ浩二選手じゃなくて今強いと思われてる人1人誰でもいいけど1人まあ誰かと戦ってその後タケルと戦ってその後天心と戦わなくちゃいけないとなると、その後はこの人はやっぱり弱いなって見える絶対に。特に俺が強いだってその人がアピールしなくちゃいけないと、何言ってるのこの人って誰もが思うと思う。だからそれはちょっとフェアじゃないと思う。なんか浦部選手とも互角の戦いしましたし、I don't know。 浦部選手が強いなら浩二選手も強いって言うしかないです。と思います。武尊と天心と戦ったからなんかただ攻撃力もないダウンとクマンドイ選手も天心の後武尊と戦ったらこの人ダメじゃんって誰もが思うと思う。まあね、どうなんだろう。右蹴りしかないクマンドイ選手それじゃ勝てないよってみんな言うもん SNS だからみんなこう選手、例えばクレイジーなこと言いますけど白鳥選手が浩二選手強くないって思ってたらちょっと危ないと思いますよ。浩二選手そういう時に発揮しますもん。僕は浩二選手が何を白鳥選手か梅野源氏浩二選手倒すのか思いつかないの。浩二選手の武器は手数ですよ。手数。自分を止めるパワーがなければ手数で圧倒する。ダメージはそんなに与えないけどでも数は出します。まあそれは間違いないね。だから浩二選手を止めるパワーがない人は結構大変な試合になると思う浩二選手に対して。なので梅野源氏選手は浩二を止めることできるかな、その左蹴りでという問題になると思います。で白鳥選手は浩二を何で止めるのってなると、白鳥選手の武器も手数じゃないですか、スピード手数。なのでその戦いになると誰が距離をコントロールするか。浩二選手が中に入れば白鳥選手が勝つと思う。白鳥選手が外でずっと出し続けられるなら白鳥選手が勝つ。でも白鳥選手ちょっと休憩取るでしょたまに。そういうところ浩二選手が輝くと思いますね。なので浩二選手サプライズしてキックトーナメント勝つのも僕あまりびっくりしないです。勝つって言われてるの？言われてるんじゃない？全然言われてない。白鳥が勝つって言われてる。多分白鳥選手が勝つと。僕は梅野源氏が浩二選手に勝つと思う。それは面白いですね。そしたら梅野源氏 VS 白鳥のリマッチになりますね。これRIZINルールでしょ。いや一回掴んで膝入れていいんでしょ。多分。そうだね。それは困るよ。それは困りますね。確かに。K1 ルールでなんかやっていけたじゃん。掴んじゃダメだから。なるほど。一回掴んで一回膝 OK はちょっとやばいよ。だと思う。そういうルールなのかな。いやそれは困るよ。だって一回思いっきりバーンって顔面に膝入れられてそれでレフェリーブレイクするじゃん。毎回入ってくるとただ掴めばいいじゃん。掴んで向いたり。それ本当に全然違うスポーツになるよ。それがありとなしで。特にムエタイの経験がある人だとそれできるんだってなるよね。まあちゃんとルール説明聞かないといけないですね、村上選手が。これ OK なの？もしかしたら片手しかつかめないとかわかんない、あるかもしれない。そんなよくわかんない、わかんないけどね。でもただ肘なしと組は一発だけっていうのがあると、それはライズは OK でしょ。こう一回掴んでライズは一発までだね。組んでから一発まで OK でしょ。そう、僕はコージ選手がダークホースだと思ってる。ダークホースはみんなが注目してない。コージ選手がどう勝つと思うの、上野源氏。だからもう言ったじゃん、手数で。スタミナで勝つの。いや、そういうなんかベテランの上野源氏選手にそういうのを通じると思うの。それがコージ選手の第一の武器だから。で、意外とその武器使い方すごいよく分かってると思う、コージ選手は。うん。だって毎回それで勝ってるんだから。みんなそれ倒そうとするから。もう倒そうとさせるんだよ、コージ選手。パンチで同じなんか打ち合いが同じ距離で、でしょ。浦部選手もなんだ、フウザタケル選手のバディ、大岩選手もなんかそのそういうなんか戦いするじゃん。浦部選手全然違うと思う。全然ここからうわーってなんかやる、一切そういう。いや、そういうやる気ないじゃん。梅野選手。Yes。うん。でも疲れてきたら。だからそういうベテラン、疲れるの？そんな経験があるのに。人間は疲れるよ。そうかな。プレッシャーかけてくる人がいて。ボディを効かせることができればね、なんとなく、コージ選手が。それだったら疲れる。だから、選手って道具があるじゃないですか、自分が強い道具、でいろいろ道具があってもいいけど使わないとないと同じなの。でコージ選手は自分の道具を毎回使う、でそれは強いと思う、僕は。毎回自分の道具を全部使うっていうのはある意味の強さだと僕は思ってます。梅野源氏選手はもちろん自分の道具を全部使えば勝てるけど、コージ選手はうまく封じさせるの、そういうのかもしれないね。彼の試合を見ると僕は思います。 So I think he's the dark horse で、シンジは梅野源氏選手がダークホースだと思う。私は分かんないけど、コージ選手がどう勝てるのかってあんまり想像できない。まあ気持ちは分かりますけど、でも分かんないよね。やるまで分かんないよ、本当に。でも白鳥 VS コージも面白いから、あれは見たい。それがやっぱり一番面白いよね。僕はコージ選手取ると思うな、それ。格闘技界はみんなムカつくけど、僕はコージ選手が取ると思います、それ。ああ、まあ楽しみだね。まあ僕は完全に間違ってるかもしれない。皆さんはどう思いますか？ぜひコメント欄に意見を入れてください。僕の名前はナオトです。シンです。最後まで見てくれて聞いてくれてどうもありがとうございました。We'll see you again soon! またお会いしましょう！バイバイ！